場内からは両選手を呼ぶコールが起こっております。左インコ接近戦、速いパンチ、両選手ともに下してまいります。左ストレート、川島右を引かせました。川島、さあチャンピオン、チャンピオンの小池、このあたりは川島が本来の持ち味を出しつつあります。出そうとしております。チャレンジャー川島、右のフック引っ掛けようというチャレンジャーの川島です。追います、チャンピオン小池。かなりチャンピオン小池の顔面が赤くなりました。右のフックを引っ掛けた川島、言葉はかなり過激なんですが、捨て身ぐらいの感じでいかないといけないということなんでしょうかね。ポイントではチャレンジャーの川島です。もちろんポイントリードされているのはチャンピオンの小池も、ダウン、チャンピオンダウン、チャンピオン倒れました。さあどうだ、チャンピオンファイティングポーズを取りました。さあ川島チャンス、川島チャンス、顔面を狙う。さあ川島一旦右を引っ掛けた、チャンピオンこらえる、チャンピオンがこらえた。さあチャンピオンがダウンを奪われた、そして立ち上がった、頑張っています。さあ川島チャンス、左のフック、右のボディ、右右当たりました、ダウン、ダウンを取ります、2度目のダウンです。さあチャンピオンの小池立ち上がりました、ファイティングポーズを取っております。川島チャンス、川島、さあタイトル奪取まで目前、ここでゴング、ここでゴングです。さあ残りは20秒を切りました。小池最後の力を振り絞ります、振り絞ります。そしてチャレンジャーの川島、川島足を使います。ポイントでは圧倒しています川島です。さあ小池右ストレート、小池右ストレート、距離を詰めていった小池、チャンピオンの小池だ、残りがなくなった。ここで最終ラウンド終了のゴングです。勝者青コーナー川島、日本ジュニアバンタム級新チャンピオンの誕生です。川島博史、チャンピオンの小池秀樹を破りまして新しいチャンピオンの座につきました。今日が3回目の防衛戦になります川島。先月の27日に23歳の誕生日を迎えました。まあ、今日勝てばおよそ1週間遅れのバースデーウィンということになります。さあ川島が追っていきます。しかし松村も返します。おっと右フラッと来ましたか。そうですね、フラッと右フックですね、はい、まあ、多少足に来てますけど、さっぱり見せます。しかし松村も打ち返します。まあ、松村のいいところは打たれても打たれても前に出ていくところなんですが、前に出てその必ずその打ち返すことです。はい、驚異的なタフネスの松村。しかし川島右、おっと右ストレートが伸びてきた、おっと今笛に前に出ていってですね、はい、さあ川島はちょっと来い来いといった感じ、やった右が入ってダウンです。松村ゆっくりと倒れました。川島右ですね、そうですね、ゆっくりと松村が倒れました。ダウンを奪いました川島。ここで第4ラウンド終了のゴングが鳴りました。放送席の下の採点は10対8、このラウンドチャンピオン川島がダウンを奪いました。さあ第4ラウンド、こちらダウンを奪われた挑戦者の松村、ダメージはどうでしょうか。川島の右フックアップ、カウンター気味に入りました。さあ川島一気にダッシュに行くと、倒れた倒れた倒れ、川島がガッツポーズ、コーナーからタオルが投げ入れられました。チャンピオンの川島大喜び、 TKO 勝ち、見事3度目の防衛に成功でした。一方的ですからね、この辺で決めてもらいたいですよね。なんか後楽園のこのファンもね、そろそろという感じは肌で感じられるんですが、どう料理していくのか、ね、川島、まあ、はい、噂は目立つんですけど、そのパワーね、力値もそれちょっと 見えないですよね、川島、もしくはその力強い打ち方ですね、はい、を見せてほしいんですよね。キックを見せました。最後は左ストレート、来ました来ました、チェが押し返す、あー痛い痛い痛い、ダウンを奪いました
選手ですね、もう自分はどうしていいかっていうことね、まあ、分かんないような感じしますよね。そんな感じですね、どう攻めたらいいのか、ね、はい、あるんですけども、両面ボディ両方切れますから、はい、一気にいきます。川島左フック、本田右フック、大森左右、しかし手も打ち返してくるぞ。気をつけた方がいいです、はい、相打ちは気をつけた方がいいですよ、はい、ガードしっかりしてですね、よく見ないとですね、今のパンチを食いますから、来ましたね、今危ないタイミングでした、右フック、さあ足が前に出てくる、ね、はい、最後の力を振り絞って戦ってきますから、なんとか一発当ててやろうというチェ、大振りはしない方がいいですね、はい、お右を持っていきましたチェ、こういうパンチを不用意に受けてはいけません。川島ロープを接しています、ロープは取っちゃダメですね。さあ川島どう攻めようかという感じですが、左を持っていきました川島、今度は右顔面を捉えた、さあこれも食らってきている、左アッパーボディ顔面左、速いパンチを出していきます川島、しかしダウンまでには至りませんが、さあ左、しかしチェも打ってきた、頑張りますね、頑張りますね、すごいですね、この辺りが、まあ、韓国フライ級の2位ですからね。あっと川島右、この粘り強さ、沈んだ右のボディでしたね、いいアッパーですね、脇腹でしたね今のね。さあカウントは8まで、第5ラウンド残り40秒です。川島一気にいくか、さあ嫌がっているチェ、川島を追っていく、そう川島としてはガードしっかりしてですね、余分なパチを打たないようにしなきゃいけないですね。今のはこう川島がちょっと倒してしまった感じになりました、スリップダウンでした。さあ残り時間25秒です。川島ボディ顔面、もうダメですね。さあここでレフリーが止めました、止めました、川島やりました、見事大きな大きな山をうまくクリアしました、世界にまた一歩近づきました川島博士、韓国フライ級2位のチェ・カプチュルを5ラウンド KO で破りました。最後は見事な攻撃でした。ラウンドを待つごとにですね、いわゆる徐々に徐々にその自分のペースに、あ、いいですね今サイフですね、はい、画面を捉えました、気をつけたいですね、でもはい、カウンターを取るのがうまい、はい、上野、まあ、川島左ダブルで持っていきました、顔面に持っていきました、さあボディです、そして右フック、顔面を捉えた、あんまり大振りにならないように、危ない、打ち合いになった、打ち合いになった、そこで第3ラウンドが終了しました。上野のパンチが飛んできます、上野の右アッパー、うん、ジェイク、ね、あのパンチですね、はい、さあ川島の左、チャンスですね、顎の当たりを捉えた、鼻血を出しています、チャンピオン上野、もう残り時間がありません、第7ラウンド川島のいいパンチが入っている、合成1本になった上野、ここで第7ラウンドが終了しました。右を軽く当てます、まあ、あとはですね、はい、上野もこのままのね、はい、このままのそのペースでいくかですね、ボディを流します、ボディを流します、はい、またボディです、左ボディ、大熊さん、はい、チャンピオンサイドですが、はい、ベリースタイントレーナーはですね、残りが少なくなってきた、はい、左が入った、ここで手を出さないと、はい、もう勝てないぞと、そういった指示を出したそうです。そうですね、その通りなんですが、川島の動き非常に速くてなかなか手を出すことができません、上野、おっと上野の左です、川島ボディ、そしてアッパー、右アッパー、右のショートアッパーを離しました川島、お父さんも立ち上がって、おっと左が入った、ダウンです、ダウンです、左のカウンターですね、左のカウンターが入りました、左のカウンター、無意識のパンチですね、顔面を取られました、足にかなり来てますね、はい、チャンスですよ、チャンピオンのダウンです、ここでここでゴングです、ここでゴング、小さい頃からの夢でした、生まれた時からお父さんの英才教育を受けて一時はどん底を味わいましたが、プロになって丸6年、はい、よく本当に気合いましたよね、やっとここで花が開きます、川島博士、最終ラウンドが終了、拳を上げました、川島博士、勝者青コーナー、やはりやりました、川島世界チャンピオンです、世界初挑戦で見事念願の世界チャンピオンの座を手にしました。
おっとサラサール左を持っていきました。今度は右のボディです。サラサール、そして左のボディ、川島はどうも攻めあぐねている感じもあります。右が入りました。川島ボディです。右のボディ、具体的にどういうところがどういう風にいいんでしょうかね。サラサールのディフェンスというのはやっぱりもう完全に空を切らせますよね。ダッキングスウェーデン、はい、ブロックもしますし、急所に当てさせませんからね。あっとサラサールの左ストレート、まあ、それだけ目がいいってことでしょうね。さあ川島はパンチを打っていきます。右です。そしてボディ出したり、川島の左フック、そしてボディ、ナイスボディ、カイアッパの5点ですね、さあ打ち合いになっています。まあ、それほどね、ボディさえ打ってきゃですね、上は空振りすることないですから、そしてボディ、右ボディ、そして顔面にパンチが入りました。左ストレート、そして右、まあ、この辺のね、攻撃ですね、慌てないでよく見てはるその攻撃するってことですよね、まだまだですからね、前半が終わったばかりです。後半6ラウンド残っています。このラウンド含めて6ラウンドあります。アッパーが入りました。川島左のフックは空を切りました。右ボディです。サラサールのボディを打ってきます。左ストライト、川島顔面を捉えています。大熊さん、はい、チャンピオンサイドではね、そのボディを打ちづらかった理由っていうのは、はい、どうやらトランクスにあるというふうに見てるんですね、はい、比べていただけると分かるんですが、ベルトの位置が随分高いですよね。そうですね、あれでね、どうやら打ちにくいと、的を絞りにくいような感じがするんじゃないかと話してました。そうですね、一回ローブローの注意もね、最初のうちに与えられましたんで、そのあたりであるかもしれませんね。まあ、本来はベルトではなくて腰のラインと基準にするということなんですが、さあ川島のボディです。またボディ、いいボディが入りました。これでスタミナを奪っていこうという川島、ボディに行きました。サラサール、川島は右です。そしてボディ、残り時間がもうありません。最終ラウンド、ここで試合時間が終了です。お互いにガッツポーズを見せました。今日の試合、ちょっと簡単に振り返っていただけますか。まあ、そうですね、前半ですけどね、赤コーナー川島やりました。川島初防衛に成功です。世界チャンピオンの座を守りました。そうしたらそう簡単にですね、まあ相打ちでのパンチは取らないと思いますね、はい、川島の左フックです。顔面を捉えました。大きな左フック、はい、ボディ行きたいですね、川島、はい、さあいいパンチが入った後、一気に攻めていくのか川島。残り時間はありません。第4ラウンド、さあ打ち合いになっている。あっと上の右アッパー、お互いにパンチを入れました。第4ラウンドが終了しています。どん底を味わって、そこから這い上がって世界王座を手に入れました川島。世界チャンピオンの座をやすやすと渡すわけにはいきません。川島の右です。ありましたね、はい、徐々に調子が出てきた感じのチャンピオン川島博史。まあ、ブエノはちょっと懐が深いんで、1、2では当たらないけど3、4、5、この辺りでね、的確に当てていきたいという話も川島していました。右フックです。川島の右フック、顔面を捉えました。そして左のストレート、顔面を捉えている。しかしブエノ持ってくる。今のね、はい、ショートの方の左ストレートで川島の良かったですよ、はい、川島のパンチが顔面を捉えていました。おっとっと、これは入りますか、左ですか、頭ですか、頭ですか。パンチが入ったようにはちょっと見えませんでしたけど ね、鼻のあたりを押さえています。先ほど第5ラウンドのダウンですね、ダウンを取りましたね。失礼しました、パンチが入ったんでしょうか。ちょうど川島の背中になってパンチが見えませんでしたが、ダウンを取りましたか。ダウンでした今、レフェリーはカウントしましたか。カウントしました ね、 しましたね、さあ第7ラウンド、川島が頭でしたね、その前に頭が当たってましたね、でも上野選手もこれ倒れちゃいけないんですよ ね、 あね、まあ、計算の上でしょう、はい、これもベリーサイントレーナーの、はい、はい、ですね、川島の左ストレート、連打から左ストレートが入りました。川島これチャンスですね。さあ一気に行くのか、しかし上野も左を打つ。あっと右フック、ボディから顔面にパンチを返しました。川島右フックの顔面を捉えた。そして左を伸ばします。この辺りのコンビネーションブローはね、はい、本来は川島右フック、
本来のその川島のボクシングだなっていうことですね。はい、左ストレート、左、今のカウンターです。カウンターですか、はい、はい、お互いパンチが当たりません。上野は右を持っていった。さあ追っていく上野、川島もパンチを返します。しかしそれほど力がありません。クリーンヒットはしていません。ここで試合終了のゴングが鳴りました。勝者赤コーナー川島、しちゃった、赤コーナーの川島やりました、防衛に成功です。ちょっとあの体が一回りいいのが大きく感じますね。そうですね。さあ川島のカウンターの右が顔面を捉えています。今度は左、左、右、いいパンチが入っています。井の方はなかなか前に出てこられません。右の大きなアッパーは空振りになりました。川島どうしてもないですね、はい、左と右の選手がやるとどうしてもバッティングはしょうがないですね。 ある程度はね。さあ右、川島の、そして左ストレート、さあ一気にいくか川島、いいパンチが入りました。また右、今度は左、さあ効いているか、効いてますね、効いてますね、効いてますよ。さあ右です、左です、いい連打が乱れます。川島、さあこの第6ラウンド残り30秒あります。一気にいけるか、左来ました。さあまた連打、川島が行く、今打ち返しますが力がありません。残り時間がなくなってくる。川島いけるか、初めてファンの前で KO 勝ちを見せることができるのか川島。残り時間がありません、第6ラウンド。さあそして今度は左から行きました川島。川島左ストレート、また左、左行きます、はい、川島のパンチをもらいました。左の顎のあたりパンチをもらいました。川島ダウンです。左のアッパーですか、フックですか、左フックです、左フックですか、右ストレートですね、はい、パンチはそのほど強くないんですけどね、はい、いやボクシングこれがありますからね、はい、やっぱり終盤油断したところにちょっと回りましたね。川島が打っていったところに井のパンチが入りました。非常に強烈なパンチ。さあ第10ラウンド、まだ残り時間が45秒あります。川島耐えられますか、はい、どうでしょうか。もうクリンチでいいです、クリンチ、はい、さあなんとかこの12ラウンド乗り切ってほしいチャンピオンの川島ひろし、まあ、今の右ね、はい、右を使いながら、いわゆるその距離をね、はい、いいのその距離を与えないってことですね、はい、一斉に持っていかないってことでしょう。お互いに右を入れました。さあ川島は打ち合うという感じで左を持っていきます。さあ連打連打、川島左、いいですね、完全にやめるんです、はい、振り絞って打ち合いを挑んでいきます川島。残り時間が15秒、右を軽く入れます、いいですね、最後まで攻める川島、いい攻撃、連打を見せる、左から右、まさにチャンピオンの戦い。まあ最初のね、試合が終了しました、川島はロープに登って両手を突き上げました。勝ちを確信しています。ジャッジはどう判断しているのか。勝者赤コーナー川島、やはり川島でした、やりました、やりました、川島防衛成功です。3度目の防衛を成し遂げました。やっぱり予想以上にやりにくそうですね。そんな感じですね、大熊さん、はい、特にねチャンピオンサイドのセコンドも、そのアルアンの頭、バッティングに対しては、ね、非常に大きな声で今クレームをつけているような感じですね、うん、そうですね、まあ、どうしても頭から入ってくると自分の打つタイミングが合わないんですよね、そうなっちゃいますから、はい、はい、ボディーからが引いたですね、引いたですね、左フック顔面を捉えました、右ですね、引いたのは、はい、右フック、うんと川島が追っていきますが、ここで第2ラウンドの終了ゴングが鳴りました。左のクロスですね、合わせてますから、なるほど、ですから、はい、はい、川島顎のあたりにパンチを入れます。最後のパンチ左顔面、はい、片右左ボディ左、連打連打、川島連打、一気にいくか、第3ラウンド左ストレートが入った、効いてますね、効いてますね、効いてますね、右のパンチが入っています。さあ一気にいくか、第3ラウンド変わった川島、いけるいける、左ですね、ダウンです、ダウンです、ダウンです。まあ連打からその連打からですね、左が効いたんですね、左のパンチですよ、ショートの相当ダメージありますね、どうですか、でも川島らしくないというか、さあ一気ですね、一気にかかした、連打が出ている、決まっちゃうですね、足来ますよ、さあ効いた効いた、ダウンです、ダウンです、やりました。さあレフリーが止めました、レフリーが止めました、川島、川島やりました、見事な手覚えですね、
4度目の防衛戦、見事な KO 防衛でした。まあ、とにかく一箇所に止まらずに動いて動いて、おっと左ストレート、はい、川島のパンチ入りました。この左がね伸びてますよね。そうですね、はい、ただエスピノはあの作戦としてはこの今ポイント取られてますけど、これでまあ作戦通りだと思う。はい、川島大きな左を持っていった。さあ打ち合いになった、ちょっと打ち合いになった、しかし川島がこの辺りでさらっとかわします。まあ、第3ラウンド時間がありません。川島としてはですね、大きなパンチは早く避けた方がいいですね。はい、左が入りました。今度は右です。第5ラウンドも時間がなくなってきた。さあエスピノもちょっとボディを押された。左左相手の左、これ左ちょっと効いちゃったんですね、走ってきたんですね。入った。第5ラウンド終了間際、川島の左ストレートが入りました。2回目の防衛はメキシコのクエラとの試合だったんですが、11ラウンドにかなりいいパンチをもらってしまいました。そして3回目の防衛戦では韓国のよっと川島、はい、左ストレート効いたんですね、左ですね、はい、左。そして左から右ストップカーブになった、右は相打ち、まあ、ショートのコンビネーションはい打てばですね、意外と倒れるんじゃないかっていう感じますよ。ここまで来ましたか、はいはい、いいです、ごめんなさい、右のアッパーエスクロミ、あーさあ、あー来ましたね、あー来たですね、さあ一回一回一回チャンスです、一回一回一回していました、川島これ小さいパンチですね、小さいパンチ打たなきゃいけないですね、はい、左、これが空振りです。さあまた左、もう足来てますよ、はい、今度は右です、川島左、さあ狙っている感じ、川島ちょっと見ました、右です。しかしエスピノも打ち返す、打ち返しもブロック来てますよ、はい、右フックです、川島今度は左、うん、足に完全に来てます、はい、はい、止まってしまいました、エスピノここで小さいコンビネーションブローですね、はい、何発か打つ、はい、左トライト、やっちゃいますよ、切れます切れます、はい、さあ1回1回川島行くか、まだ時間があります、第10ラウンド、このラウンドに見事 KO を収めることができるか、まあ、それにしても、はい、エスピノね、しぶといですね、しぶといですね、まだ目は、はい、ボディです、川島スタッフ狙ってますよね、はい、はい、さあエルトリト闘牛もちょっと苦しい、パンチが当たらない、川島はここに来て、まあね、いった闘牛がちょっと下がっちゃってますからね、そうですね、はい、さあ川島の連打、残り10秒です、はい、さあ KO はなくなりました、左ストレート川島やっと立ってるような感じですよね、はい、さあ最後は相手を避けて、ああ余裕の余裕のポーズを見せました川島、判定を待ちます川島ですが、勝利は確信しています、 V5 確信しています、川島やりました、 V5 5度目の防衛に成功です。さあ右が伸びてきました、操作です、まあ、先ほど控え室でもね、ええ、あの米倉会長の方がすごくまあ警戒してましたよね、そうですか、必要以上に警戒してるなと感じたんですけどね、まあ、米倉会長は操作に足がある、非常に速いのが嫌だなという話はしてましたけどもね、まあ、これは米倉会長好みのボクシングスタイルなんですね、あ操作がね、まあ、そういう意味を含めて警戒してるんですね、はい、またです、うん、しかし川島も左ストレート、川島右ストレート、このスピードで効いたんですね、さあ行きますよ、来てますよ、ボディが欲しいですね、これ右フック、左フライト右フック、さあ川島連打で連打です、一気に行く一気に行く一気に行く、ここでレフェリーが止めました、止めました、川島第2ラウンド KO 勝ちです、やりました、これほど早いとは思いませんでした、まあ、嵐のような連打でしたね、チャンスとミリア一気に一気に川島行きました、なんか沼津さん、はい、チャンピオンの強さを見せつけたという感じですね、まあ、そうですね、もう格の違いをですね、あの見せつけたという感じしますよね、それからそのジョン・ギルスのうまく打ち分けてですね、素晴らしい KO だったんですね、6度目の防衛に成功しました、合わされちゃいますからね、どうしても、さあ第2ラウンドも時間がなくなってきました、ペニャロサが前へ前へ出てくる展開、川島も今ボディを狙いましたが、さあおっと川島右です、グローブの上でカウンター、左入ったダウンか、ダウンか、いやスリップです、スリップですね、はいスリップです、レフェリーはスリップを取りました、でもちょっと効きましたね、そうですね、ちょっと入った感じもありました、第2ラウンドが終了しました、ゴングに使われましたね、はい、第2ラウンド10対9と、放送席はお二人ともチャレンジャーが取っています、川島の右フック巻き込むような形になりました、さあこのラウンドあたりから川島の動きがちょっと変わってきました、見ていても分かります、ボディから顔面、
さあ一方のペニャロサもパンチをかなり食らうようになってきました。川島のペニャロサのパンチうまくかわしてますね。そうですね、かなり見切ってきましたね、はい、スピードに慣れてきました、ね、はい。しかしペニャロサ右に入りました。あっと川島のパワー空振り。両者ディフェンスがいいから、はい、両方手出してるんですけど当たらないですね、はい。まあ、このあたり川島が試合前言っていた芸術的なボクシング、お互いに技術比べになるだろうと言っていましたが、その通りの展開になってきました。まあ、特にこのラウンドはね、前後にうまくね右に使いながらその打ち上げてますから、まあ、このボクシングでいいと思いますよね、はい。ペニャロサも右が空振りになった。なってます、ね、しかしそのあと左の相打ち引きたいですね、はい、川島です、ね、さあ川島行き行きたい行きたい。さあこの第6ラウンド振り付け逃れます。ペニャロサ振り付け逃れます。聞いてますね、はい、左引き鏡を捉えました。しかしここで第6ラウンド終了。川島はペニャロサのパンチがかなり見えるようになってきましたが、そしてボディから右のアッパー。このコンビはかなり練習していました。川島ここを超えられるのか。最強と言われますチャレンジャーのペニャロサ。さあペニャロサが左ちょっと川島危ない危ない危ない、はい、詰まっています。ちょっと聞きましたかね、聞きましたかね。左が顔面を捉えましたが、奥さん、はい、奥コーナーの方が、ね、このランドどんどん攻めていけと言ってましたね、はい、なるほどね。お互いにこの明確なねポイント、ラウンドを取れるポイントが欲しいというところなんでしょうか。あさあ打ち上げる川島がちょっと手にしている。危ないですね、危ないですね。体を入れ替えたい、はい、組まない方がいいですね、はい。さあ今度は左をもらった川島、そう、そして下がる、後ろに下がる、これはいけません。ちょっと、はい、ちょっと来ましたね、はい、ちょっと動きが止まった川島。やはりロープ表とですね、損ですよね。そうですね、どうしてもパッチもらえますから。しかしこの場面どうも後ろに下がってロープを背負ってしまいますね。さあ第10ラウンド残り1分、ちょっと足に来てますね、来てますかね。さあどうだ、頑張れ川島、頑張れ、一気に来る、ね、さあここは耐えたい川島、耐えたい。ペニャロサ一気に来る。さあアッパーを見せましたか、ペニャロサ。さあ川島なんとか耐えられるか。さあ左が伸びてきた、さあ打ち合わない方がいいですね、はい、スピードが落ちてきました。このピンチを乗り越えられるか。さあ川島右、はい、ペニャロサ狙ってますからね、強いパンチを一発狙ってます。さあ気をつけた方がいいですよ。間もなく30秒、このラウンドをなんとか乗り切りたい川島、大きな試練です。指名試合ここを乗り切ることができるか。ほとんどペニャロサは手出してないですからね。あーっと左引いたか、ちょっとガクッと腰を落とす感じになりました。川島これを狙ってましたね、左狙ってましたかね。さあ川島、さあまたこのラウンドも耐えるラウンドになるのか。11ラウンド残り40秒、右です。ペニャロサ、ペニャロサ右、そして右アッパー、さあそして左追っていく。さあ川島残り20秒、さあまたいいパンチをもらった。さあそしてボディです、ペニャロサ。さあ川島も手を出すが力が足りない。さあどうだ、耐えられるか、耐えられるか。ここで試合終了のゴングが鳴りました。試合終了のゴング、試合は判定にもつれ込んでいます。チャレンジャーのペニャロサ、青コーナーペニャロサ、川島敗れました。 V7 ならず、最強のチャレンジャーペニャロサの前に防衛を果たせませんでした。